解読してみたら、これは埋蔵金の地図だと思う。いやいやいや、なんでそんなもんが学校にあるんですか。昔の部員が寺からもらった古い壺の中に隠されてたんだ。寺？壺？うちの部室、他にもいろいろありますよね。埴輪とか、呪いのだるまとか、お堂塔とか、兜とか。ねえ、うさんくさすぎだろ。え、じゃあ行かない？行きませんよ。てか部員と行けばいいじゃん。そう、じゃあ参加者は私と先輩だけですね。そうだね。ちょいちょい、二人ってなんだよ。え、だって私も私学部員だし。他の部員はなんか怪しいから嫌だって。でしょうね。いや、やっぱ俺も行く。俺も。わあ、行こう行こう。わーい、よかったですね先輩。うん、二人っきりにさせてたまるか。あなた、芹沼さんのことどう思ってんですか。え、リッタ、俺は、あとナナも篠宮も彼女のことが好きで一緒にいるけど、あなたもそうなんですよね。うん、好きだよ。そうですか、ですよね。ほら、やっぱりそうじゃん。西野の勘も大したことないですね。五十嵐くんも好きだよ。七島くんも篠宮くんも大好きさ。そうじゃなくて、恋愛対象として好きなのかってこと。睦美さんにとって彼女が特別な人かってことです。ここキョトンとするところ。ごめん、俺そういうのよく分かんなくて。はあ、近くにいると動機がヤバくなるとか、誰にも渡したくないって思うとかだよ。どうした？なんか水が落ちてきた。上？みんないるか。セリヌマ、無事か。お、セリヌマ、怖かったか。大丈夫、俺がついてる。ごちそうさまです。ごめん、俺昔田舎の土蔵に閉じ込められてから真っ暗なのがトラウマで動けなくなるんだ。月明かりも入らなくて、外からは虫か獣のよくわからない叫び声がして、木の擦れ合う音と風がトタンを撫でていく音が悲鳴みたいで。それでよく洞窟入ったな。何この自己主張激しい物体。宝かな。ああ、いや、やっぱり完全に誰かの仕込みじゃんかよ。くしょー、あんな地図まで用意して手が込みすぎです。一体誰が。あ、開いた。もう部長だし。なんだこりゃ。日付が3年前ですね。本当はその年に開けられるべきだったってことか。ですね。つまりこのクソ初代のいたずらなんだろ。なんなんだよこいつ。むつみ兄です。むつみ先輩は実習のこと何も聞いてなかったんですか。うん、兄さん一人暮らしだし特に連絡なかったよ。え、仲悪いんすか。え、そんなことはないぞ。わあ、どこから湧いた。ビビった。兄さん元気そうだな、アスマ。兄さんもこんなとこで会うなんて思わなかったよ。びっくりしたろ。うん、驚かせたくて黙ってたんだよ。大成功だな。兄さんらしいな。スキンシップ多いなこの兄弟。眼福。
君たちはお友達？そうです。そっか、みんな一昨日宝探し手伝ってくれたんだよ。は？宝探し？何それ？え？ブチ！先生が仕込んだやつですよ。あ？分からん。ほら兄さん、部室の壺に地図作って隠したでしょ、3年前に。当時の2年生に部を引き継ぐとき、どうせなら楽しくやろうと思って仕込んだんだけど、ガン無視された、あの嘘地図。それな。マジか、3年越しで引っかかってくれたの君たちが。最高。もうやばい。兄さん、みんなは俺が頼んで付き合ってくれたんだよ。そうなの？そうっすね。そっか、弟のためにありがとうな。あれ、なんかちょっといいお兄ちゃんじゃないか。で、アスマはこの中の誰と付き合ってんの？そういうわけじゃないから。え、そうなの？もったいないな、こんな美男美女揃いで。俺なら全員と付き合いたいぞ。いやいや、全員って。俺ら大半男だし。何を言ってるんだ君は。性別なんて大した問題じゃないさ。俺は君たち全員抱けるぜ。人類愛。いや、やっぱり変な人だ。俺は男が好きなんじゃない。俺とお前が男だったんだですね。おー、あれっち、ガッツオード、わかります。あ、いたいた、どうも先生。危な、手伝うか。いえいえ、大丈夫です。何か。いや、君に渡したいものがあってさ、これなんだけど。昨日好きって言ってたアニメのじゃないかな。それは幻のヴィランドのことをコラボプライズ。初めて見た。昔ゲーセンで撮って実家に放ってあったのを思い出してね。よだれがすごいぞ。みんなには内緒な。これをあれだ。実習生が生徒に手を出していいと思ってるの？じゃあ実習終わったら自由だよな。それなら止められる理由もないだろ。あるよ。実は芹沼さんは俺の彼女だから。